どうも、こんばんは、イララタマです。今回なんですけど、ブリーチコラボ第2弾のガチャ限考察をやってまいりました。もちろんね、事前評価なんで、実際使ってみての評価は変わるかもしれないんですけど、この動画を見ることで、第2弾のガチャを引くかどうか迷っている人の参考になったりとか、まあ、実際ね、このキャラが、まあ、どこで連れていけるのっていう風なね、高難易度クエストの参考になったりとか、あとは、キャラの強い弱い部分が、まあ、一目瞭然になったりとか、あとはね、おすすめのワクワクの実とかも参考になったりしますので、よかったら最後まで見ていってください。でね、先に結論からお話しいたしますと、今回は、井上織姫と星45キャラクターは確保できると最高ですと。なので、なんでそうなのかっていう風なね、理由とかも説明していますので、はい。よかったら最後まで見てくださいね。はい。ということでね、浦原さんから行ってまいります。では、どうぞ。はい。では、まず浦原さんなんですけど、性能が反射ゲージのバランス型、アビリティがアンチ重力バリア、超マインスイーパー M、カウンターキラー、ゲージでアンチ減速壁とドレインとなってますと、でストライクショットが18ターンプラス4ターンの、まあ、自強化とね、停止後に突撃攻撃っていう風な形になります。友情コンボがチャージショットとウォールボムっていう風な、まあ、単体にね、特化した友情コンボかなになりますと。はい。で、まずね、強いとこと弱いとこなんですけど、強いところはね、まあ、汎用性が高いアビリティになりますと、あとは、まあ、スワビでカウンターキラー持ちですね。で、やっぱりね、これ僕が何回も言ってるんですけど、超マインって言うてね、チートアビリティを持ってますと。で、あとは、まあ、ドレイン持ってることで、高難易度向けのキャラクターになってます。で、友情コンボなんですけど、チャージショットがね、メインでつくっていうところで、初めてのキャラクターになります。ここはちょっとね、このキャラクターの読めない部分ではあります。で、やっぱりね、イラストとボイス、これめっちゃかっこいいですね。もう多分、浦原さん好きな人は多いと思うので、多分ここだけでね、引くかどうかっていう風なところになってくるかなと思います。はい。で、悪い部分なんですけど、SS のね、追撃が正直物足りないかなと思います。確か公式さんの使ってみてでは、330万から多分350万ぐらいの追撃ダメージでした。ちょっとね、今のキャラクター、まあ最近のね、キャラクターで言うと弱い部類かなと思いますと。で、友情コンボが、まあめっちゃ使いやすい部類ではありませんっていうのもね、単体向けですし、チャージショットもうしばらく動かないと威力が出ないんで、かなり使いづらいかなと思います。で、アビリティがね、まあ汎用性高いってイコール、まあね、別キャラで代用ができちゃいますっていうところがあって、まあね、他のキャラ、まあ例えば、アビリティが被るっていうと、龍馬とかね、そういったキャラを持ってる人に関しては、まあそこまでね、引くべきキャラクターではないのかなと思います。はい。なんで、まあ、もちろんね、イラストとかボイスでもう引くって決めてる人は引いた方がいいとは思うんですけど、それ以外、まあ、性能重視っていう人であれば、わざわざね、一点狙いとか、まあ、そこまでするようなキャラクターではないかなと思います。はい。ではね、じゃあ実際、どういうクエストで使えんのっていう風な感じなんですけど、それに関してはこちらになりますと。はい。適正クエストなんですけど、爆絶エスカトロージー。あとは、超絶のメメントモリ。この辺がね、適正クエストになるかなと思います。でね、メメントモリとかに関しては、まあ、アビリティがね、重力、超マインっていうところで、かなり、もう本当に最適正レベルで強いキャラクターになるかなと思います。で、おすすめのワクワクのみなんですけど、同族、仮面撃、同族、過激速、そして、熱き遊撃となります。これはもちろんね、カウンターキラーを活かした、友情コンボ、特にね、チャージショットを活かした、まあ、カスタマイズ、ワクワクのみにとなってます。はい。あとはね、まあ、同族過激かも悩んだんですけど、まあ、それよりね、友情を活かした方が、多分このキャラは強いかなと思いますので、この3つがおすすめのワクワクとみとなってます。ではね、次のキャラクター行ってまいりましょう。次は、井上織姫となってます。では、どうぞ。
はい、次は井上織姫の事前評価と考察をやっていきますと、性能なんですけど、貫通ゲージのバランス型、アビリティがアンチ魔法陣、超レーザーストップ、状態上レジスト、ゲージで超アンチワープ、アンチ減速壁、回復 M となっていますと、ストライクショットが18プラス4ターンの、触れた仲間の HP と状態上を回復、停止時に最初に触れた仲間に、そのバリアですね、を付与する SS となってます。友情コンボがパワードライブと状態上回復ブラストっていった形で、まあ、かなりね、その強めの友情と、あとはサポートに特化した友情をもらってます。で、結論なんですけど、この井上織姫なんですけど、まあ、今回のね、第2弾のガチャの中では一番当たりの部類かなと思います。で、強いとこ、弱いとこを言っていきますと、はい、強いとこに関しては、かなりね、アビリティが希少となります。でね、これは、五条悟から2体目の状態上レジスト持ちとなります。この状態上レジストに関しては、HP がね、75% 以上ある時に関して、状態上にかからないっていう風なね、もう、モンスト屈指のめちゃめちゃ強いアビリティとなっていますと。で、ストライクショット友情で、まあね、他のキャラクターのサポートが可能になりますと。あとは、まあ、友情コンボ、パワードライブですね。これも、アルセーヌ、ファントムモード以来の2体目になるんですけど、これがね、高火力、あと高範囲の友情コンボになります。で、どちらかというとね、周回クエストではなくて、高難易度向けのアビリティになってます。なんでね、高難易度でパッと刺さるようなキャラクターになります。まあ、あとイラスト&ボイスっていうところで、まあ、結構ね、なんやろ、原作とかを知ってる人からすると、結構ね、井上織姫、アニメかな？あんま好かれてないんですけど、まあ、イラスト&ボイスはいいかなと思います。はい。で、悪いとこなんですけど、まあ、SS のね、まあ、倍率、受教化倍率って言ったらいいかな？まあ、それがね、そんな高くないかなと思いました。あとは、まあ、ステータスが少しね、抑えられてますね。控えめになってますと。で、なんで、まあ、このキャラ単体で火力を出せるかっていうと、そうではなくて、かなりね、出しづらいかなと思います。はい。とは言いつつも、このキャラクターね、めっちゃ優秀なんで、余裕がある人は、少なくともね、1体、サポートキャラクターなんでね、1体でいいんで、1体確保しておくといいかなと思います。でもね、まあ、その余裕がない人とかね、その周年に向けてオーブを貯めてる人に関しては、まあ、無理して育成のではないのかなって感じではあります。まあ、僕は引きます。引くまでちょっと頑張ろうかなと思います。はい、でね、じゃあ実際ね、こういう風な織姫の、まあ、考察とか評価なんですけど、どういったクエストで使えんのって話で、まずね、近畿の極 EX、アラヤで使えるかなと思います。これはちょっとね、使ってみるまでわかんないんですけど、アビリティがぶっ刺さりなんですよ。なんで、おそらく適正というか、まあ、かなり強いキャラクターになるかなと思います。あとはね、豪絶の、あれですね、カルナですね。こちらの方も適正になります。状態上回復っていうところがかなり偉いですね。で、ワクワクのね、実なんですけど、おすすめのワクワクの実は、同族加盟撃、同族過激速、そして熱き遊撃となってます。こちらなんですけど、友情のパワードライブを生かした、まあね、ワクワクの実となってます。この、まあ、熱き遊撃以外には同族過激つけるのもあるんですけど、基本ね、その周回キャラとかにもしたいのであれば、まあ、パワードライブの威力を上げる方がいいかなと思いますので、おすすめはこの3つといたしました。はい。では、次のキャラクター、石田瓜生について紹介していきたいと思います。では、どうぞ。はい。では、石田瓜生の事前評価と考察やっていきたいと思います。まず、性能なんですけど、貫通ゲージのバランス型、アビリティが超アンチワープ、超アンチ減速壁、ゲージでアンチブロック、ダッシュ M となっていますと、ストライクショットが16プラス4ターンの自強化と触れた敵の攻撃力
を吸収し低脂肪に最初に触れた敵に通撃といった SS となってます。友情コンボが長距スパークバレットと長距長弾っていう風な形でかなりね広範囲のに、ダメージが出せる友情コンボとなっています。でこの石田瓜生に関してなんですけど、多分今回のコラボで言うとまあ一番微妙な部類になるのかなと思います。ただねそのあくまでさっきのその微妙な部類っていうのは、まあ、結構ある程度モンストしてて高難易度とかバンバン行きますよって言った人の考え方であって、あくまで今回のコラボから始めましたとか最近始めましたって結構ね初心者の方に向けてはかなり優秀なキャラになり、なるかなと思います。まあいろんなねその雑魚狩りって言ったらいいですかね、究極クエストとかでも使えるようなキャラクターになるかなと思います。なんでまあそういったその究極クエストを早く周回したいよとかっていう人に関してはまあ引きなキャラクターかなと思いますが、それ以外の人に関してはまあ引かなくていいようなキャラクターになってます。はい、ではね強いとこと弱いとこなんですけど、実際ねその強いとこに関してはこのキャラクターに関してもアビリティがかなり希少なアビリティとはなってます。なんでねあのふとぶっ刺さるとちょっと怖いかなと思います。で広範囲&高火力の友情コンボになってますと、でまあ先ほども言ったように周回系のクエストでかなり使いやすい性能となってます。まあ、あとはねイラストとボイス、まあこれはコラボなんでねイラストとボイスはもちろんいいとことなってます。で悪いとこなんですけど SS の通撃は物足りません。これもねあの公式さんの使ってみたのを動画で見たんですけど、かなりねそのなんて言ったらいいかな、あの友情じゃなくて SS のダメージ通撃ダメージがそこまで高くないんですよ。弱点をね多分うまく拾わないといけない気がするんで、そういった意味でもまあ使いづらいかなと思います。でもね実際多分これは使ってみないとちょっとわかんないんで、ここはちょっと微妙な部分ではあります。で、あとはね、全体的にちょっとインパクトが少ないとか弱いかなと思います。もちろんね、超アンチワープと超アンチ減速壁っていうところで、まあ超アンチワビ2つ持ってるんで強いとは思うんですけど、ちょっとね、インパクト弱いかなと思います。あとは、ライバルキャラが多いですと、ね、パッとね、メタトロンアルファとかね、こういった、まあ、反射で言うと、まあデクとかね、こういったところで、まあ、デクはアンチ減速壁持ってないんですけど、まあ、こういったところでね、その、なんて言ったらいいかな、かなりライバル多めの、その、アビリティとなってますと。で、最後なんですけど、まあ、突出した性能ではないというところで、まあ、この辺、ちょっと微妙かなっていう風な感じです。はい。で、石田瓜生なんですけど、実際ね、どういったところで使えるのって話をしていくと、まずね、近畿の動くの20階層ここで使えるかなと思いますと、あとはね爆絶のアポカリプスこの辺でね多分使えるかなと思います。実際ねその使ってみてからはの性能とかまあこういったクエストで使えますよっていうところはまたねガチャ引けたら出していきたいと思います。はい。でおすすめのワクワクの実なんですけど、こちらは同族3限りとなってます。同族仮面劇、同族過激速、そして同族過激。このこちらの3種類となってます。もちろんね、その遊撃とかで、友情コンボを威力上げるって言ったカスタマイズも全然ありかなと思いますが、僕はね、貫通で、まあ、この同族3過激で固めた方がいいんじゃないかなと思いますと、まあ、もちろんね、アジンっていうところもあって、まあその他のねキャラクターも恩恵が受けやすいんですよ。なんで今回この3つをおすすめのワクワクとして紹介いたしました。はい。では次からなんですけど、次は星4号のキャラクターについて事前評価と考察やっていきたいと思います。ではまずはねチャド、こちらの方の紹介やっていきます。はい。ではチャドの考察をやっていきます。このチャドなんですけど、星4号キャラクターに関してはかなり優秀です。性能なんですけど、反射ゲージのパワー型、あ
アビリティが超アンチ重力バリア、全属性耐性、友情ブースト、ゲージで超アンチ減速壁となってます。ストライクショットが15ターンで触れた最初の敵に、まあ、攻撃っていう風な感じになります。追撃もある攻撃ですね。で、友情コンボが超強ラウンドフラッシュっていうところで、まあ、かなりね強めの友情をもらってます。はい。で、まあいいとこと悪い部分なんですけど、まあ超アンチアビを2種類持ってます。で、 SS がねその星4号じゃとは思えないぐらい、まあ効果力なんですよ。で、あとはね、あの星4号なんで、ね、ガチャでかなり手に入りやすいです。で、友情がね、まあ効果力となってます。で、もちろんね、チャド、これもね人気のキャラクターなんで、やっぱイラストとボイスいいですよねっていうところになります。で、悪いとこなんですけど、まあ友情コンボの火力が配置によって変わる友情コンボ、まあラウンドフラッシュの宿命なんですけど、なのでこの辺がねちょっと微妙かなと思う部分ではあります。なんですが、まあ、星4号とは思えないぐらい、まあ、強いキャラなんですよ。なのでまあ結構ね、まあ、10連とか引けば1体は多分手に入るぐらいの確率なんで、このチャドに関してはまあ、90にするのはね一番その最高だと思うんですけど、まあそういった、ね、無課金でやってる人とかって結構厳しいと思うんで、そういった方はね1体確保しておくようにしましょう。そうすることでね、そのなんて言ったらいいかな、星5制限って言ったね、星5制限のクエストでかなり活躍できるかなと思います。はい。で、星45キャラクターなんで、まあ高難易度向けというか連れていくようなあのまあキャラクターではないと思うんで、高難易度向けとか、まあワクワクの上もね2種しかつけなかったりとか、あんま星45にねつける人いないんで、こちらの方はねまあ割愛というか省略させていただきます。では次はね、ランギクさんの説明やっていきます。ではどうぞ。はい。ではランギクさんの事前評価と考察やっていきます。ランギクさんなんですけど、反射ゲージのスピード型、アビリティが超マインスイーパー M、アンチ魔法陣、超レーザーストップ、ゲージでシールドブレイカー、あとは SS、ターン短縮となってますと、ストライクショットが17ターンで、自強化で停止後に追撃っていった形の SS となってます。友情コンボが、これ星4号で初かな、グロースフィアがつきますと、はい。ねえ、このキャラクターなんですけど、もうね、星4号の中でもう屈指の性能を持ちます。まあ、グロースフィアがね、めっちゃ強いです。というところで、1体は確保しといてください。で、じゃあね、どういったところで強いの、弱いのってところなんですけど、まあ、いい部分、悪い部分説明していきますと、はい。で、いい部分はね、友情がグロースフィア、もうこれ1ぐらいの、まあ、破壊力がありますね。で、SS がね、追撃なんですけど、まあ、イザナミゼロにかなりダメージを出していたんで、かなりね、効果力の、追撃かなとも思いますと。で、アビリティをね、複数所持っていうところで、まあ、マインスイーパーとか、まあ、魔法陣とかっていう風な形で、あとはね、超レーザーストップっていう風な形で、まあ、星4号のキャラクターに関してはかなりいろんなアビリティもらってるかなと思います。シールドブレイカーもありますしね。で、あとはまあ、もちろんね、イラストボイスいいかなと思います。はい。で、悪い部分なんですけど、ちょっと探したんですけど、まあ、星4号でこの性能もらうってなると、まあ、特にないかなと思います。はい。なんで、このキャラクターなんですけど、本当に引いておくと、まあ、ね、星5制限クエストが全然ね、多分難易度変わってくると思いますので、もうね、ぜひ、これは、引いておいてください。本当におすすめとなります。はい。では、最後にね、まとめいっていきたいと思います。では、どうぞ。はい。では、最後に、第2弾コラボのガチャ限、引くか引かんかっていうところの、まとめもやっていきたいと思います。まずはね、浦原さんに関しては、性能だけで言うと引かなくても OK です。で、
井上織姫に関しては余裕がある人は引きましょう。どちらかというとね、高難易度やりたいよっていう人は引いておいた方がいいかなと思います。はい。で、石田瓜生に関しては、こちらはね、その初心者とか、あとは周回クエストを楽にしたいよっていう方は引いていきましょう。むしろね、高難易度向けとかそちら優先してる人はあまり行かなくていいかなと思います。はい。で、星4号キャラクターなんですけど、シャドウ松本さんに関してはもちろんラック90運用できるのがベストなんですけど、ラック90にするのってかなり大変なんですよ。なので少なくとも1体確保でいいかなと思います。もちろんね、星5キャラクターよりは出現率とか排出率がアップしているので、こちらの方は1体確保しておきましょう。はい。ということで、今回ブリーチコラボ第2弾のガチャゲンの事前考察やってまいりました。よかったらね、まあチャンネル登録と高評価くれると嬉しいですし、もちろんね、してくれなくてもまたね、僕の動画見てくれるだけでめちゃめちゃモチベーションアップにもつながりますので、またよろしくお願いします。遊びに来てくださいね。はい。ということで、今回この動画終わりたいと思います。ではバイバーイ。